どうも、佐野太郎と、コロネです。今回はですね、このコロちゃんと二人でホラーマップのヘルズリゾートをプレイしていきたいと思います。で、ちなみに、はい、あのですね、コロちゃんの見た目が変わったんですけれども、その理由はと言いますと、はい、はい、どうぞ。ロリ。ロリではありませんよ。うん。カンコレのコンコーさんだっけ？そう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 。コスモしてるしね。あ、うん、あ、リアルでね。そう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 。リアルでね。うん。っていうことで、まあ、コロちゃんは今後、コンゴさんで行くのかな？そうだね、そうなるかな。では、行きますか。はい。あの扉の向こうなんだ。で、どういうゲームなのこれ。これ普通に、ホラー脱出ゲームかな？ほうほう。ほう。そっか、前回見てないのか。あなた自体が、ホラーなんですが。うん、そう。まあ、別にコロちゃんじゃ別に驚かないでしょう。うん。うん。大丈夫でしょ？頑張ります。行きましょう。はいでは、行きましょう。お、なんか BGM がそれっぽくない？おお、おお、力入ってんね。ウェルカムって言われちゃったよ。お、力入ってんね。おお、隊長。おお、よろしく、コロちゃん。よろしく。いや、さっきの場所が白かったからね。ねえ、わかりやすいね。いきなりね、これだからね。ねえ。さてと、まずはこの部屋から先に進まなければいけないんだけど、多分、あ、いた。え？なんかやばい声しね？なんか、野犬の声がするね。しかも暗くね？ライトって、エロイムエス、これ嫌な予感がするんだけど。隊長、ん？ライトない？ライト F キー。F キー。K。つけろよ。これ、しょっぱなから死ぬとかないよね。魔法陣があるんだけど。なんか魔法陣があるところって大抵なんか起こるんだよね。このヘルズシリーズの作者のこのステージって。でもさ、いきなりってことはないでしょ。さすがになかったか。とりあえず閉めとくよ。はいよ。なんとかこの緊張感を保ちつつ。開けるよ。ここ？とりあえず扉開けていこうか。あー、なんかアイテムあるかな。武器とかはないの？武器はね、あ、今回のこのステージ使えない。隊長、ここやばくね？え？犬、犬。え？絶対犬いるよ、これ。犬いるよ、絶対。犬？犬じゃない？これ。悪士。お、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 今。ん？今揺れたね。マジか。今なんかここ開けたら揺れたね。トイレ。多分先進むための何かアイテムが、あると思うんだけど、鍵的な。うん、なるほど。今のところそれらしきものが何も見つかってないからね。あ、ここ開かないわ。あー、何もないか。なるほど、うん。犬らしきものがいるかもしれない疑惑が浮かんだけどね。そうだね。このゴミ箱の中も何もないよね。うん。靴も。取れるやつはね、クリックしたら、掴めるか、消えるかするから。うん、なるほど。お？お？お？犬いるね。コロちゃん、これやっぱ犬出てくるかな？出てきそうな気がする。ここ閉めとくよ。ちょっと犬はやめてほしいんだけど。トップブリーダーだからな、隊長。あのね。この本棚とか怪しくない？あ。いやー、なんか、あ、いいキーで掴めれば持っていけると思うんだけど、ないね。特にないね。あのね、なんだろう、水と犬と雲がダメなんすよ。あ、ここはいけないっていうことは多分ここを開けるための鍵を見つけてくる感じだろうね。そっちか。あ、いた。ここ広っ。ん？ん？なんだ？なんだろう。なんだ、不吉。やだね。不吉な音が鳴ってたね。ねえ、このさ、番号が書いてあるってよくなくない？順に開けていこうか。オッケー。なんだあのランプ。とりあえず閉めていく。このランタン掴めそうじゃない？なんだこりゃ。なんですかこれは。なんですかこれは。わ、ちょっとびっくり。見た感じ、この部屋には何もない感じ？
そうだね。そしていつの間にやらいないコロちゃん混合。いた、びっくりした。いる。背後取ってやがったな、この混合。で、とりあえず閉めておく。2号室行けばいい？だね。お？ここはなんだ？洗濯物。星ばか。独創的な味だね。え？あー、なんて書いてあるか全くわかんねえ。あ、こっから先進める。あ、えらい。ん？まあ、ザーってなったね。なったね。あー、人が死んでる。で、魔法陣があるね。うん、なんか怒ると思う。あ、なんか取れるんじゃないこれ。取れた？あ、5分の1になったね。コロちゃんの影が何気に怖え。この斧拾えないかな。あー、武器だね。あら、拾えないね。あー、ダメなんだ。なるほどね。それを集める感じだね。ぽいね。次は3番。あ、いた。あー、もう。ゲージがあると怖え。犬出てくんな、マジで。マジで犬出てくんなよ。お、ん？あら、コロちゃん。でかいエロイムエスタイム。しかも、犬小屋あるんだけど。しかも血がついてるし。あっ！びっくり。びっくり。ダメージは？なし。なし。あ、なんだ、ただのドッキリか。いやー、これ多分ドッキリじゃなくてなんか仕掛け発動した気がするんだけど。まあ、いっか。多分、この四隅にいたら食らってたよね。うん。この感じは。あー、この部屋外れか。天井も特に何もないね。うん。外れだね。はぁ。次行ってみよう。ん？ん？あれ、どっちから来たっけ？こっちか。うんとね、こっから来たから、これは？これは開くか。開いた。ん？あ。あ、まだ4号室とかあるよ。あー、また、こっちから来たから、あ。あれ？そこ開けといた。来たところだから。あー、なるほどね。じゃないかな。あ、じゃあ、こっちはまだ来てないんだ。なんか来たことあるよ。こっちの部屋はどうする？ 4 号室、5号室、6号室。あー、先に見ちゃう？うん。先に見ちゃいますか。あー、この部屋はあ、これ取れんじゃない？あ、取れた！お？隊長。ん？汚い。うわ、なんだこりゃ。おう、血。うわ、え？なんだこりゃ。なんだこりゃしか言ってない。ウェーイ。さっきコロちゃんなんか、ごぼせの置物を手に入れたの？そう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 。そうそうそう。今ね、なんか赤いドクロ、かな？があったから、あ、全部あのごぼう製ってわけじゃないんだね。あ、ね、なんかこれ取れんじゃない？あ、取れない。人形ね。の？なんかいた今。おー、なんかタックルかましてたね今。え？視界が悪いからな。あら、コロちゃん。なんか出そう。あ、拾うねよ。よ。お、なんかあった？うん、おぼせがあった。へぇ、なんか出るかと思ったんだけどね。でもさっきいたからね、なんか。いたね、タックルかましてったね。うん。ここは閉めとくよ。あ、よ。ん？ん？うん。こんだけ？だっていて、あ、ん？で、6が最後かな。そうだね。なんか6番って縁起悪い気がして嫌なんだけどね。この見た目ですよ。ええ。他の部屋とちげえ。ちょっと閉めておくよ。いや、閉めない方がいいんじゃないの。あー、これ欲しい。これ欲しい。この武器欲しい。あ、欲しい。超欲しい。でもさ。あー。ちょうど2丁あるじゃん。
でもさ、お化けにさ、うん、銃効くのかわかんないのがさ。あー、ショットガンだったら、塩詰め込めば、なんとか。いけんのかな？スーパーナチュラルでやってた。マジか。え？なんか。隊長、変なの起動したら、もう、やめてよ。なんか来たらどうすんの？なんか聞き？この音にさ、引き寄せられてきたらさ、どうするんですか？お？多分、これ以上はないよね。ないね。行くしかねえか。OK。え？え？隊長、ここの扉は？なんだ？それは向こう側の扉だと、もう思う。思う。そうそう。ああ。繋がってんのね。さっきこっち側からだと開けられなかったけど、あ、こっちから外したわけね。あー、これは、いけないよね。そっちじゃなくて、なんかこっち。隊長、これはさ、まずくね？ここの扉は。明らかにね。うん、ちょっと後回しにしない。まあまあまあ、まずこっちから行こうか。オッケー。おっと？あー、こっちのがやばい？おっと、こっちのがやばい気がする。あー、開いちゃったよ。開いちゃったよ。開けたら死ぬ。なんだろう。逆にさ、なんか、戦わない方が怖いって、不思議だよね。そうだね、戦えないって怖いよね。え？え？これ、あれ戻ってきた？戻ってきたね。あ、でも階段があるよ。だよね、ここ違うよね。うん。別の部屋行く？そうだね、なんか早くもちょっとマップが分かんなくなってきてる。ここは？あ、開くね。あ、ここいいね。なんかあるかね。あー、やばっす。うーのー。おー、血の跡がビーって出た。おー。これはあれだね、お化け屋敷だね。だね。感じ的には。冷凍室。お、あったあった、ドクロ。もらいます。ドクロゲッチュー。あー、個数書いてある。5個中今2個。こっちもね、5個中2個になったからね、あれが。っていうこと、あと3つあるってことだね。だね。あと両方3つ集めれば終わりだね、きっと。で、多分扉が開くんじゃないかい？あれ？こっちから来たからこっちか。そうだね。多分先に地下行く？地下っぽい。いやー、地下は最後にした方が面白い気がする。了解。え？やばくね今のと。え？あ、あったアイテム。あった何何？違う。これは、でもこれ起動させないといけないやつだよね。多分ね。ん？このさ、BGM 嫌なんだけど。なんか起こるかな？一応扉あるよ、こっちに。あよー、ん？あ、そっち？ああ、やけに広いやね。 あった手に入れた。あよー、あと二つ。あと二つだね。特に何もないよ、ね、そうだね、特にないかな。まあ次はトイレかな。お、トイレ入りますか。男女兼用だよこれ。あ、右と左じゃ。あ、うん、おう。おう、この部屋だね。なんかね。え？なんだ？この、この市民がなんか、なんか嫌ね。トイレットペーパー。トイレットペーパー。やけにリアルだな、これ。この黄色い市民。ね。嫌ね。やだね、これ。あー、黒。なんか今自分がどの辺にいるかわからなくなってこない？確かに。ここは終わったから、あ、あった、ドクロ。どう？おう。びっくり。え、全部じゃん。全面やん。
いやー、ダメージ受けないことが、まあ、救いか。だね。次は、こっちかな？え？そこ？ここはどこだ？さっきの部屋だね。戻ってきたね。だね。あー、なるほどね。これは閉めない方が分かりやすいかもしれないよ、コロちゃん。だね。あ、ここ開いた。え？肉だ。なんか汚いね。肉壁が。あー、ここに隠れた人がいるんだね。え？ここに隠れて死んじゃったって感じ？うん。あー、ほんとだ。なんか持ってないかな？あ、何も持ってないね。肉壁に埋まっちゃってるしね。かわいそうに。7、8、9。あー、なるほどね。7から行く。7番。うん。これと言って特に、何か、あ？あ？おー！びっくりしたい。おー！やっぱ爆発の時の、わーは、あれなんで、統一されてんだね、これ。なんだこれもう脅かしじゃん、ただのこの部屋。何もなかったね。あのさ、大きな音をいきなりやるのでさ、心臓が痛くなるからやめてほしいんだけど。え？なんだ？さーって。ドクロ！お、ゲッチュ。あと一個。ドクロあと一つだけど、まだコロちゃんのやつもあと二つか。あと二つ。あれ？9番行く？ 9 番だね。お邪魔しますよー。ますよー。いってダメージ受けた？いや条件反射というか、あー、そういうのが起こるとリアクションしてしまう病が。10番？あ、そっち行っちゃった。あ、まあ10番から行きますか。あー、うお、なんかいた。な、何？今なんか走ってた。わかんなかった。でもね、カサカサカサってさっきさ、変なの撮ったじゃん。うん。あれと同じのが走ってった。あー、クリーチャーみたいなタイプかな。で、隊長にぶつかったけどダメージ入ってなかったから。うん。多分死ぬことはないんじゃないかな。あー、まあじゃあ、そういうゲームなんだろうね。ね、心臓を痛めつけるゲームなんだろうね。今のところ僕の産地は全く減ってないんだけどね。あ、あった。あった。お、それぞれあと一個ずつじゃない。うむ。なんだこりゃ。あら、ぐちゃぐちゃ。ねえ。もうそろそろクリアか？多分このアイテム全部手に入れてどっか行ったらクリア。さっきの。お、お。あれ、隊長で見えなかったけど、なんか爆発した。おー、びっくりした。こっちはなし。そっちは？なんかあった。あー、ないか。ドラぐらいで。っていうことは、あとはもう地下に行くしかないね。だけどさ、うん。これさ、最後の最後でさ、うん、嫌がらせがありそうな気がしなくもないよね。だろうね。戦闘できない時点で嫌がらせもヘッタクレもね、ねえ。さて、地下に行きますかい。地下どっちだっけ？あれ？地下はね。あれ？どっちだっけ？そもそもどこから来たっけ？ここ行って。こっちだっけ？あれ？こっちの方じゃなかったっけ？地下ってどっちだっけ？あれ？あ、ここじゃない。もう完全に迷子ってるんですけど。あれ？これ？あ、そっち？ああ。こっちだ。なんか書いてあるね。ね。読めないけどね。いやー、マジかー。これなんだこれ。いやー。トイレだ。おい、不用意に。不用意に開け。はい、何もなし。しまっ、おう。ん？
トイレットペーパー。何もなし。ただ、多分、これアイテム集めると、うん。うん、ここを、あ、開け方があるんだな。ん？あ、え？え？え？よくわからんが開いたぞ。え？やったな。今のはいいのか？今の開いちゃっていいの？まあ、結果オーライか。あ、無理。お？なんだ？お邪魔するよ。開くねえ。開いてくねえ。でかい音だと開いてくねえ。コインランドリーか。あったー。死骸がいっぱい。よいしょ。何ある？あ、わちのやつ。お。揃った。牛だね。ん？なんだ？なんか文字が。なんか画面下に青い文字浮かんでたね、今。ね。まあ、揃ったってことじゃないの？っていうことは、あと私のドクロだけ揃えば。ないな。あれ？わちきのドクロは？もしかして見落としてる？この見落としてる感？それか、初めの開かなかった部屋？あ、かな。でもこのトイレもちょっとね、気になるっちゃ気になるんだけどね。隊長。え？ワープポータルが開いてる。ワープポータル？あの、初めのところ。はじめんところがどこだったっけっていう。後ろ。あ、そっち？こっちこっち。おぉ。あれはスタート地点に戻るってこと？ん？ほらこれ。あー、多分そうなんじゃないかな。あ、違う！違うよ、これじゃん。ここあれだよ。あ、行けなかったとこだよ、これ。入ればいい？え？まだドクロ一個ないけど。え、行っちゃい！え、うえ、行けた？行けた。え？暗くね？え？隊長どこ？え？あれ？コロちゃんいない？あれ？え？お？ただいま。お？え？な、あれ？あれ？あ？あれ？あ、ダメージ受けた。なんかいる！コロちゃん、なんかいる、なんかいる！あ、ああ、こいつはあれだ、無敵だ。シフトで生きられるよ。あのね、ん？あれあれだ、前回やった時に出てきたやつだ。ということだよ、ということだよじゃない、ということはだよ、あいつから逃げながら先に進まないといけないってこったね。いくよ。あいつ触れたら一撃死だから。よし、急ごう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 。とりあえず手分けして出口探そう。見つけたら教えて。見つかった。逃げて、コロちゃん逃げて。あ、なんか数字が書いてある。なんかボタンがある。あ、あ、7B。あ、わかった。多分 ABC の順番で数字が書かれてて、それ順番に押していくんだ、それ。7が B ってことは、2番目に7が来るってことかな。ということは A の何かがどっかに書かれてるっていうことだとは思うんだけど、あ、まだ9C。っていうことは7、7、9。何々79。794。A の何々ってあったら教えてちょうだい。いた、敵。逃げて。おい、超強、超強、超強。引かれた。え、あれ？こっち来てない？あれ？あれ？どこ行った？あれ？どこ行った？いて。1794だ。
隊長。うん？下に降りたし。ドーン！ドーン！私も死んだ。今のところ上がってるのは1794。よし、行きます。来た！来た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 ！あー、ビデオー、向こう行った。試しに1794で撃ってみるよ。今のところ見つけた数字がそれだけだからね。コロちゃん逃げて。おー、危ない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 危こいつは無理だよ。勝てっこねえもん。武器ねえしな。まあ、あのね、武器やっても無駄。おい、さあ。ん？おお、おお。あの、あれ？デジャブかな。D、D4。うん。ん？ E も4。D4。後ろ！ダジャンD が4。っていうことは1794だね。1794。もう1794で撃っちゃおう、もう。あいつ、よし、行った！今がチャンス！あいつの後を追っていけば、っていうか、ボタンどっちだっけ？あれ？あった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 。よし、撃ちます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 。あ、マジ、どこしてる？変なとこしてる。あ、3、あれ、何これ？どういうこと？ちょっともう一回やらして。はい。来た！ドバシッ！なんで押してるところがなぜか違ってた。通ったら行く？通った。通った？まあもう場所、うおおおコロちゃん任せた。俺押せないんだよな。押せない？ 7。いいキー。9、4。よし、開いた。開いた？オッケー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。来るなよ。あ、来るなよ。あ、来るなよ。あ、来ないね。よしよしよし。よしよしよし。よし、ナイス、コロちゃん。我々の勝利だ。おう、あれクリア？ BGM 的勝利でしょ。あ、クリアだ。我々の勝ちだ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 PC の方は画面の真ん中にボタンがあるのでそちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴お待ちしております。